はい、それではまずはじめに材料紹介をしていきたいと思います。今日はエビが、10尾用意したブラックタイガーですね。次、バターですね。今日は四角いバターがあんまり残りがなかったんで、これを使おうかなと思ってるんですけど、あるようでしたら、やっぱりこれちょっと薄いバターになっちゃうんで、やっぱり純度の高い値段も張るバターを使ってもらった方が香りは良くなりますね。今日はこれでやっていきます。で、あとはレモン。で、レモンはもう適当量でいいんですけど、なかったらレモン汁で全然大丈夫です。で、あとはチリパウダー、カイエンペッパーで売ってるかもしれないです。どっちでも同じものなんで。で、あとは今日の要になるニンニク、これは今日もうみじん切りにしてるんですけど、3片分、用意してます。結構大きめのニンニクで3片分で、あとはこれも家でなってた、イタリアンパセリなんですけど、これはもう飾り用なんで、もう必要に応じてもう家で作ればいらないかなと思います。はい、エビの背ワタがすべて取り終わりました。そしたら次はぬめりを落とすために、はい、お塩ですね、結構たっぷりめにかけてあげます。よいしょ。で、この状態で軽くこう、揉むっていうんですかね。で、軽くしっかりと揉み込んで、手切らないように気をつけてくださいね。そしたらお塩がだいぶ馴染んで、いい感じになってきたんで、これを洗っていきたいと思います。はい、洗ってきました。で、この殻を取る調理法のいいところは、この洗った後のぬめりとか、汚い部分もしっかりとこう洗えるっていうところがね、いいところですね。で、この状態でキッチンペーパーで水分をしっかり取ってあげましょう。はい、ではエビを並べて、ここにまたお塩を振っていきたいと思います。で、今日の味付けはもうこのお塩がメインになってくるんで、もうしっかりめ、結構しっかりめに振りましょう。かけすぎるとやっぱり辛くなっちゃうんですけど、この塩味が少ないとパンチの少ない味に仕上がっちゃうんで、片方を塩かけたらひっくり返してあげて、裏側もかけていきます。で、裏側は片面かなりかけちゃったんで、ちょっと少なめにしますけど、量が同じぐらいにするのが本当は理想的ですね。はい、それでは、フライパンに火にかけて、今回は弱火でやっていきたいと思います。で、先ほど出すの忘れてたんですけど、こちらオリーブオイルも使っていきますんで、オリーブオイルをまず大さじ2ほど入れていきましょう。で、このオリーブオイルの中に先ほどのニンニクのみじん切りを入れていきます。で、この最初からバターでやったらいいんじゃないのかなと思って、実はやってみたんですけど、もうやっぱり香りが、ニンニクの香りがしっかりと移らないんで、最初はオリーブオイルでニンニクの香りを移してあげた方がいいと思いますんで、こんな風にオリーブオイルで最初は火を入れていきましょう。さあ、それではニンニクの香りが立ってきたら、次はバターを入れていくんですけど、わからない方はちょっとだけ色が変わったかなぐらいの感じになったら、もうしっかり見といてください。やりすぎると本当に焦げて美味しくなくなっちゃうんで、もうバターを入れていきます。で、これバターの量が多ければ多いほど、バターの風味がするの、当然なんですけど、風味がして、すごくガーリックシュリンプとして美味しいものに仕上がるんで、結構たっぷりめに入れてもらうといいと思います。で、特に今回はこれを使うんで、普通のバターの場合はもうちょっと少なくていいかなと思いますけど、結構たっぷり入れました。で、ここまで来たら広げて、ちょっと火力を上げてあげましょう。で、こっからもニンニクには火が通っていくんで、ちょっと手早くやっていきます。で、バターを入れて再度温度が上がってきたら、もうすぐに先ほどのエビを入れていきます。本当はしなくてもいいんですけど、蓋をして、よりしっかりと火を入れてあげるっていう作業をしていきましょう。はい、それでは片面の色が変わってきましたら、ここでこのカイエンペッパーを、チリパウダーですね、これを振っていきたいと思います。ちょっとピント合わないですけど、これを全体に、で、これは量たっぷりの方が美味しいです。ただ入れすぎるとニンニクの風味がちょっと飛んじゃうんで、飛んじゃうっていうか、こうかぶさって分かんなくなっちゃう感じですね。なので、このエビに対して狙ってかけてあげる感じでやっていきましょう。で、全エビにかかったら、
ここで繰り返していきます。このカイエンペッパーを先に、まあ、小麦粉とかと一緒になじませておいて、もうあと焼くだけの状態を作ってやっていくっていう方法もあるんですけど、それだともう一手間かかって、まあ面倒かなと思ったので、今回はこうフライパンの中でかけるシステムにしていきました。じゃひっくり返したら再度蓋をして火を入れていきましょう。はい、それでは汁もだいぶこんな感じで、カイエンパウダーが、まあいい感じで入って、色が変わってきましたね。指の反対側にもこれを少しだけです。かけてあげましょう。で、ここで軽く味を、オイルを取って味を見てあげます。うん。で、この段階で味が薄かったら、もうちょっと塩を入れてもいいと思いますが、基本的にはもうこの状態で完成で、エビについてる塩分だけで十分やっていけるかなと思います。ではこちらを器に入れていきましょう。イタリアンパセリを散らしてあげると。はい、それではこれで完成。エビのガーリックシュリンプ、ハワイで食べたあの味をです。それではこれを食べていきましょう。それではいただきます。よいしょ。こんな感じですね。ニンニクがたっぷり乗って美味しそうです。いただきます。うん、うまい。うん、塩とニンニクがしっかり効いてますね。うん、お米が進む。じゃあ次はレモンを絞っていただきます。うん、うん、爽やか。うん、よりお米が進みますね、これは。今日の作り方をすれば、かなり手間も省けるし、食べるときにこの殻を外さなくていいっていうのもありますし、で、さらにはフライパン一つでできる。で、洗い物も、まあ、他よりも少ないというところで、今日の作り方を、が、まあ、一番楽なんじゃないかなっていうところで作りました。まあ、美味しくするにはもちろんもうちょっと工程を踏めば、美味しくできるは方法はあるんですけど、まあ、今回はね、方法でやってもらうのが一番いいと思います。味もね、十分美味しいです。その辺のカフェより美味しいと思います。なので、ぜひやってみてください。で、レモンは、レモン汁でもいいんで、絶対用意してもらった方がいいと思いますね。これかけてるのとかけてないのの、この塩味、そして酸味みたいなところをこう楽しめる良さがあるんで、ぜひやってみてください。それじゃあ、バイバイ。